はい、ブルーオーシャンスカートです。お仕事お疲れ様です。三十日動画チャレンジ、二十六日目に入ってまいりました。あと五日です。はい、えー、本当にね、いつもたくさんの皆さんからの、コメントですとか、ご質問、いいね、ありがとうございます。はい、ここまで来ました。残りね、五日まで来ました。 はい、えー、今日もねテンションを上げて、皆さんのご質問にお答えしていきたいと思いますはい、えー、今日のご質問は、新潟県のですねニックネーム、マスカットさんからいただきました。はいえー、商品は販売を控えた方が利益が上がりますか技術売上げと商品売上げの比率が6対4ぐらいです。おー、結構、比率が高いんですね、天板のね。 商品は売れても支払いも増えるのでいつも悩まされています。うーんなるほど。はい。えー、51で買うようにしています。まあ、51っていうのは5プラス1かな。え、店品を5個買って1個サービスみたいな形ですかね。はい。ということで、マスカットさん、ご質問ありがとうございます。えー、今日はですね、天板の考え方という話をしていきたいと思います。と、先ほどの質問にありましたけども、 えーまあ、商,品を商品の販売を控えた方が利益がありますか、はいいつも支払いに悩まされていますということなんですけども、えー、とまず、まあ、皆さんこれ、当たり前のようにやってると思うんですけどね、1、あのーまあ、つはあのー技術、技術売り上げと天板売り上げの請求書を、ね、分けてください、しっかりと。 業務系の材料口座と、転板品の、えー、伝票を分けてもらってください。これ自分で分けるの大変なんで、ねあのー、それぞれ、まあ、カラー材は要は業務口座ですよ。で、商品関係、はん転板関係は転板口座に分けてもらって、請求書が2つくると、はい。そういうふうにあの請求書をまず、ね、分けることですね。 はい、あとは、転板品のお客様から頂い,いたお金っていうのは、技術売上げとは別に、しっかりと分けておく。はい、そこからお支払いするわけですからね、はい。それをしておくだけでも、ご質問にありました、えー、支払いが増えて悩まされるということはないはずなんですよね。うん、多分お財布が一緒になっちゃってるので、まずお財布を分けることが、まず1点かなと思いますね。はい で、えー、もう一つ、はい、えー、6対4、ね、この比率がね、こう、どうなんでしょうかとう、商品の販売は控えた方がいいんでしょうかというご質問なんですけども、まあ、これ6対4とか、じゃあ、7対3とかね、1対1とか、なんかそれほどあんまりこう、問題じゃないんですよね、比率って。うんで すすごく大事ななことなんですけどまずその技術売上げの1人当たりの生産性がいくらかってことなんですよ。6対4とか7対3とかね技術売上げが6とか7とかもしくはね5 5のお店もあると思いますけどもはい比率の問題じゃなくてまずその技術売上げの 技術売上げの生産性、一人当たりの生産性が50万なのか、60万なのか、70万なのか、80万なのか、100万なのか。まずそこが大事ですよね。うん、で、まずその生産性、一人当たりの生産性がいくらなのかをまず把握してくださいね。で、その上で、その、 技術売上げで1人当たりの生産性が目標を叶えられてるんであれば80万とか100万とかありますよねそれを叶えられてるんであればあとはもう天板しかないじゃないですかプラスアルファするところっていうのは、はい、でその生産性が自分の,、ね、自分の望むところまで到達しているかどうかっていうことがまず大事なんですよねうん。 でマスカットさんの質問が、商品は販売を控えた方が利益が上がりますかと。もし利益を高めたいんだったら、技術を売るのか、天板を売るのかって考えたら、あらりが全然違いますから、えー、当然、中心にすべきは、ですか利益を高めたいなら中、中心にすべきは、技術売上げじゃないですか。はい、そうですよね、はい。優先順位としてはですよ、優先順位としては。 天よりもギューリー同じ1万円をいただくんだったらしっかりと技術売り上げで1万円をいただいた上で天板をさらに購入いただくというふうに考えていかないと利益は高ままっていけませんよねだからあの選択と集中という言葉がね、まあ、今回の30日動画の中でもいっぱい出てきてると思うんですけども何に自分のお店は選択をして集中をしていくのかということを決めないとはい。 ね、例えばそうだな、いろんなね、この天板をおすすめする場面なのか、技術メニューをおすすめする場面なのか出てくるわけじゃないですか。で、オーナーさんがそれがちゃんと分かってたとしても、スタッフさんは、オーナーには天板比率を上げろって言われてる、天板の目標がある。そしたら、このタイミングでどっちを販売したらいいのか、どっちを提案したらいいのか悩むわけですよね。その時に、オーナーさんから、 天板パン売れ天ンパン売れ天パン売れって言われてたらとしたら技術の周りに天板パン売っちゃう人もいるわけですよねうんしっかりと技術売り上げで売り上げを作った上で天板パンを販売するっていう意識改革をしていかないと頑張っても売っても利益につながらない利益が出ないってことが起きるわけですよはいあとはこのマスカットさんのお店は六四、まあ、比率で天板が売れる わけですから、まあ、こんだけ天板が売れるんだったら、ちゃんとね、技術が売れる力があるはずなんですよ。ねあのー、天板を売る力があるお店に関しては、その選択をね、間違わなければ、ちゃんと優先順位を技術の方にしてあげるだけで、義売りも売れます。はいですからね、あのー まずスタッフさんを含めて全員で何に選択と集中をするのかっていうのを決めてください。はい。その上で生産性を、一人当たりの技術売上の生産性を高めていくっていうことが、まず一番大事なんじゃないかなと思います。はい。今回の転板についてという話なんですけども、やっぱりこれ業界のですね、悪しき、うん、風習というかね、習慣というか、うーん、まあ、 長年、この美容業界っていうのは、私よく言うんですけどねあの、まあ、教育産業なわけですけど、誰に教育されてしまったかっていうところはやっぱ問題でね、えーっとまあ、勉強するって言ったら、メーカーさんが主体で、メーカーさんから勉強するというこの図式で長く来ちゃったわけですよ。そうすると メーカーさんが転板教育をすればするほど、美容師さんも一生懸命転板を売るわけですね。でも、なんか、一生懸命売る割には、利益が残らないっていう、この現実が待ってるわけですよ。そう、だから、そこにね、いち早く気づいてうん、やっぱり優先順位をちゃんと自分でね、経営者として利益を高めるためには、何を取り組んでいったらいいのかと優先順位をね、決めないと。 ね、支払いばっかり増えて利益が残らないってことがやっぱ起きやすいわけですよね。うん、でそのメーカーさんを僕はあの否定してるわけじゃないんだけどそのやっぱり教育するんだったらですよ、ね、メーカーさんが見てる人もいると思うんで、えー、まあはっきり言わせてもらいますとね うん、美容室の利益を高めるためにもっと真剣になってほしいしこの美容業界の教育を変えるんだったら、うん、間違った教育をもうしちゃだめですよ。うん、例えばよくあるあるの話なんですけどねメーカーさんの教育転板教育っていう中でね時間,が時間をかけずに0分で転板売れるじゃないですか。 そう。だから、えー、すごくね、こう時間をかけずに物が売れるっていうのは、うん、これから売り上げを高めるためには、この天板を売るしか方法がありませんっていうその教育をしちゃうメーカーさんだってあるわけですよね。それを鵜呑みにして、例えば1対1まで、業務と天板が1対1ですよ。はい、100万技術売り上げだったら100万天板みたいな。そういう教育を、ね、間違った教育をされてしまうと、 美容師さんたちもほら真面目に、ね、勉強して取り組もうとしてるわけだから、えー、頑張っちゃうわけですよ、それで、うん。で、当然メーカーさんやディーラーさんの収金額が増えるんだけど、美容師さんの利益が残らない、こういうことがやっぱり起きちゃうんですよね。だから、やっぱりそれを見極める美容師さん側の、ね、美容師さん側もね、それを見極めなきゃいけないし。 はい、何が重要なのかっていうのは、うんね、優先順位をしっかりと自分で決められるようにならないと、ね、天板売っても利益が出ないってことになりやすいわけですね。うん、でただね、こう僕はあのよく勘違いされるんですけど、川田さんは天板売るなってよく言いますよねって、いやそうじゃないんですよ。うん、天板っていうのは必要なことです。 それはお店で仕上げたスタイルを自宅でもキープしていただくために、はい、シャンプーかスタイリング剤かそれはものによってはねトリートメントかもしれないですけどもご自宅でそれを再現したりとか維持するためには絶対必要なものなわけですよでも自分の目指す生産性そこからお給料が出るわけなんでねそこからお給料が出てお店に利益が残るわけですから 自分のお店の、ね、こう生産性を高めるためには、優先順位をしっかり決めて取り組んでいくということですで。その生産性がしっかりと高められたら、今度はプラスアルファの転板もやっぱり考えていくということがね、う大事になってくると思います。うん、あとは見てると、技術売上げを提案してメニューをしっかり買ってもらえるお店に関しては、転板の、ね、売る力、転板を提案していく力も えー、しっかりと備わってきますので、牛、ま、乳、あ、が売れれば、天板も、ねあのー、売りやすくなる、売れると思います、うんはいえー。ということで、今日のご質問についてなんですが、天、え、板、ーまあ、を、ね、控えた方がいいのか、ね、いつもあの支払いで悩まされているということなので、まずは牛乳、あのー、と天板をしっかりと、ね、請求書を分けて考えてください。で目指すべきはまずね 一人当たりの生産性の技術売り上げを高めること、はい。それをね、叶えられるまでは、えー、しっかりと選択と集中をして、技術売り上げに優先順位を持っていくと。え決して、あの、天板をね、売るなということではないんですよ、はい。ただ、優先順位をしっかりとつけていくということをね、えー、意識していただければと思います。ね、大切なことは、お店に利益を残すことですからね。 売上を上げることじゃないですから利益をしっかりと残すこと、はいこれをね、えー、叶えていってください。はい、えー、今日もね最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、残りね、えー、4日間頑張っていきます。ぜひね参考になった方またいいねお願いします。川田は喜びます。はいではまた明日元気にお会いしましょう。川田でした。